MLB、ドジャース、R ソックス、日本時間21日、ロサンゼルス、大谷翔平投手が出場した20日、日本時間21日のドジャース、レッドソックス戦の試合前、グランドで起きた全力の土下座謝罪に、日米は笑いに包まれている。ヒップホップユニットのクリーピーナッツの DJ 松永さんが始球式に登場。 まさかの結果に膝から崩れ落ちた姿に、ファンは、多分歴史に残る、と喜んでいる。試合前に R 指定さんと DJ 松永さんの2人が登場すると、球場は大歓声。バックスクリーン下の特設ステージには DJ ブースも出現し、大ヒット曲、ブリングバンバンボルン、などを披露した。始球式では、 保守役の山本吉信投手に向かって DJ 松永さんがマウンドの手前から右腕を振ったが、ボールは外れて点々。力ない投球にがっかりしたのか、投手、松永は膝から崩れ落ち、地面を頭につけて土下座。立ち上がってからは、笑顔で山本と記念写真に収まっていた。日本を代表するスターアーティストの愛らしい、失敗劇、に、 ファンはほっこり。XQ ツイッター上には、松永さん、ぽいピッチングだけどなかなか胸厚なナイピでした。始球式で全力でボール叩きつけてマウンドで土下座。いつ見ても綺麗な土下座だ。多分歴史に残る。とにかく誇らしいぞ。などのコメントが寄せられていた。その後、試合では大谷が第1打席の登場曲に、ブリングバンバンボルン。 おしよう。伊藤流がきっちり、お名返上、ダブルコート、していた。